ロラタジン、ロラタジン、ロラタジンは、持続性洗濯ヒスタミン H1、受容体機構薬で、アレルギー性鼻炎や、ジンマシン、皮膚疾心に用いられる。商品名、クラリジン。また、日本で2017年より、一般用医薬品も発売。肝臓のサイプ 3A4、2D6 によって代謝され、活性成分となるが、このデスロラタジン。 デザレックスには代社の競合はなく、続いて医薬品として承認された。ドラタジンは第2世代抗ヒスタミン薬であり、第1世代のものと比較して、鎮静の副作用は改善されている。特に添付文書に眠気に関する使用上の注意がない。このうちフェキソフェナジンの3ついた2回服用であり、他は1回である。 ドラタ人の国際誕生は1987年であり、日本以外の地域においては決して新しい薬と言えるものではない。米国においては、シェリングプラウ、ゲンベルクからクレリテンで発売されている。すでに特許期限が経過しており、医療用医薬品としては、後発医薬品が発売されているほか、2002年よりスイッチオー TC として市販もされており、 2005年3月までの米国での総売上高は10億ドル超であ。これは全米で販売されている OTC 薬の中で総売上高が3位以内だという。2000年にアメリカの医療用クラリチンの広告について患者の約半分は効果が出なかったにもかかわらず100%に近い患者に効果があったとして需要を誇張し薬剤の値段を釣り上げた疑いで 翌年に、現地のの多数の消費者団体が訴訟を起こしている。日本では2002年にクラリチン錠、2004年に水なしで服用できるクラリチンレディタブ上、2008年にクラリチンドライシロップ1%が日本で発売されており、処方箋医薬品であったが、2017年1月、処方箋医薬品としての指定を解除された。日本では MSD と 使用の犠牲薬から販売されていたが、MSD の親会社である、米国メルクが、ドクバイエルに製造並びに、半券を売却したことにより、現在は MSD に代わって、バイエル薬品が販売している。2017年1月には、クラリチン EX の製品名で、スイッチ OTC 化され、一般用医薬品として発売された。処方箋医薬品同様に、 バイエル薬品が製造するが、販売は、対象製薬が担当している。また、用指導医薬品に分類されるため、購入の際に、薬剤師からの説明を受ける必要がある。フェキソフェナジン、アレグラ、セチリジン、ジルテックなどと並び、主な第二世代コーヒースタミン薬の一つで、クラリジンは、旧シェディングプラウの主力商品の一つである。日本においては、アレルギー性微塩、 花粉症など、人魔神、皮膚疾患、湿疹、皮膚炎に伴うに対し、その効能、効果が認められている。ドラタジンの最も大きな特徴は、副作用として眠気が現れることが少なく、眠気の発現頻度がプラセボと比較しても優位な差が認められない点である。日本において承認されているコーヒースタミン薬のうち、 添付文書の重要な基本的注意の箇所に眠気を催すことがある胸のないものは2014年11月現在ドラタ人とフェキソフェナ人アレグラに限られている。またドラタ人は持続性を有するため1日1回の服用だけで足りる。重篤な副作用が起きる可能性は低めだが1日1回の服用で済むゆえに患者によっては 他の一日二回以上服用の同類の薬剤、フェキソフェナジンやオロパタジン、アレロックなどと比べて効果、情の改善が出にくいことがある。花粉症の治療ガイドラインなどでは、ロラタジンを含む第二世代抗ヒースタミン薬が推奨されている。外国人データによれば、ロラタジンは空軍パイロット及び民間航空会社パイロットを対象にフライトシミュレーションを実施した際、 プラセボと比較して、パイロットの航空機操作能力に影響を得なかったと、される。2013年の試験によると、ロラタ人を服用している、アレルギー疾患患者と、アレルギー疾患を持たない健常人と注意力や、集中力などの認知機能が同等であることが、示された。ロラタ人は、消化管から吸収された後、肝臓で、初回通過効果を受けて、 デスカルボキシエチルロラタジン DCL となる。DCL の効果は未変化体の7.9倍である。ロラタジン及び DCL の血中半減期は、それぞれ14.3プラスマイナス7.8時間、及び14.5プラスマイナス3.3時間、いずれも食後であり、単回投与時は、投与10日後までに尿中に4割、単純中,中に4割が排泄された。 肝臓の細イプ 3A4、2D6 によって活性成分、デスロラタジンとなる。重大な副作用としては、ショック、アナフィラキシー、転換、痙攣、換気の障害、横断が知られているが、頻度は不明である。日本医薬品添付文書では妊婦には推奨されない。米国の胎児危険度分類では胎児に対するリスクが確認されていないとして、B に分類されている。 クラリとティンはロボット社の野村真珠が創作した動物のキャラクターがどこかのサバンナで繰り広げる物語を描いた絵本である。クラリチンの反則ツールとして2002年にシュリング、プラン株式会社がロボットに依頼して制作されたものである。日本では医療用医薬品の一般向けの宣伝活動は医薬品医療機器等法により厳しく規制されているが、このクラリとティンは タイトルが該当製品名と互換が似ており、キャラクターがジンマシンっぽい症状を出したり、大きなくしゃみをするなどクラリチンの適応症状に沿った描写があり、薬品の宣伝と捉えることもできる。しかし本編中に薬を飲むなどの描写がなく、また、クラリとティンはあくまでロボットのキャラクターであることなどから、特に問題はないとされている。その絵本が、 基本的にクラリチン納入先の医療機関へ反復され、待合室などで利用者向けに閲覧できるようにした。現在、医療機関反布用では、第10巻まである。ところから、同志のストレイシープに似た独創的な世界観や、キャラクターなどが、子供やその母親を中心に広く受け入れられ、それまで医療機関反布用だけだった絵本が、2004年に、 主婦の友社から第一巻が発売された。半券元のロボットから一時期、クラリとティン関連のグッズが販売されたこともある。その後、クラリとティンの旅として、二巻から三巻が、長文社より2009年8月1日に発売された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。